走れ、闇を貫けスーパーソニック、遥か空へと響くエクソソンの命の鼓動が聞こえるか、トランスフォーム、トランスフォーム、一つカンロボット、カンロボット、カンロボット、サイバトロン、ファイヤー。ゴッドマグナス、一体何者なのだ。我々の敵に間違いありません。確かにサイバトロンです。しかしファイヤーコンボイやカーロボたちとは仲が悪いようでして。ん？ですからこのゴッドマグナスを我が陣営に引き入れるのが得策かと。我々の総力が上がり、なおかつファイヤーコンボイとの合体はなくなります。よし、その説得の大役はゲルシャーク、お前に任命する。はっ、ありがとうございます。論理的な説得は口の達者なゲルシャーク、お前しかおるまい。身に余る光栄、ギガトロン様のために必ずや。ゲルシャークにそんなことができるもんか。絶体絶命カーロボ三兄弟。今日こそエネルゴンマトリクスを奪ってやるぜ。ねえ、ゴッドマグナスってかっこいいよね。ユキ、かっこいいだけじゃな、俺たちの任務はやってられないんだよ。でもファイヤーコンボイと合体したなんてびっくりだよ。ファイヤーコンボイの兄弟だからな。どうもまだ信じられないがな。まあ、ゴッドマグナスが弟とすれば、世間には出来のいい兄貴に出来の悪い弟というのはよくあるパターンだからな。そりゃ何かい？カーロボ三兄弟の中じゃ兄貴が賢くてマッハーラートが普通で、俺が出来が悪いってことかよ。そうだよ。あ、まあまあ、とにかくゴッドマグナスの野郎まだ信用できねえ。やっと見つけたぞ。怪しい動きをしねえか、しっかりと監視しないとな。おお、変身、ゴッドマグナス、トランスフォーム。待て、待て待て、俺はな、ギガトロン様からのメッセージを伝えに来たのだ。ギガトロンだと？ほう、お前たちのボスが俺に何の用だ。まあ聞け、ゴッドマグナス。この惑星では我々デストロンガーとサイバトロンが争っている。だが我々は全宇宙を支配できるほどのパワーを発見した。ここまではわかるな。ああ、もちろんファイヤーコンボイを倒すことも可能だ。そこで我々に力を貸さないか。これがギガトロン様からのメッセージだ。お前には偉大なる目的を達成する力があるとギガトロン様は見抜いている。どうだ、お前がこの惑星の支配者になるのも可能なのだぞ。完璧だ。縦板に水とはこのことだ。三段論法もしっかりしてるぞ。ゲルシャークをおとりにしてゴッドマグナスを捕獲する。はっ。何の話をしているんだ。ゴッドマグナスのやつ、デストロンガーたちと裏取引しようってんじゃないか。来てくれるな。ギガトロンが俺に興味をね。
そりゃ面白そうじゃねえか。そうだろう。よし、連れて行ってもらおう。こいつの話に乗ったふりをしてギガトロンの居場所を突き止めて大暴れするのは楽しそうだぜ。さすがゴッドマグナス、分かりが早い。ならば案内しよう。ビーストモード、ゴッドマグナストランスフォーム。これでギガトロン様からお褒めの言葉を頂戴できる。俺たちを裏切ろうとしているに違いない。俺の言った通りだ。しかしワイルドライドの兄貴はすぐに人を信用するからな。黙って見てる手はねえぜ。トランスフォーム。なんだ、なんだよゴッドマグナス。これは俺は知らないぜ。お前らはとっとと帰れ。俺はこいつに用があるんだ。何言ってやがる。お前のことが信用できねえから監視してたんだよ。そしたら案の定これだよ。何しやがる。ブラックコンボ、なぜお前たちがここに。ギガトロン様よりゲルシャークの警護を頼まれてな。そっか、ギガトロン様はそこまで俺のことを思っていてくれたのか。感激だ。くそ、ゴッドマグナスの裏切り者め。まったくこいつら、ギガトロンの居場所をつかむまでは我慢しろ。ファイヤーコンボイ、おかしいのよ。急にカーロボ三兄弟と連絡が取れなくなったの。カーロボ三兄弟たちと。彼らはゴッドマグナスの後をずっと走り回っていたはずなんだけど。ゴッドマグナスの。そう、その後行方不明に。チーム新幹線にカーロボ三兄弟を探させよう。チーム新幹線エマージェンシー。 J5 トランスフォーム。 J7 トランスフォーム。 J4 トランスフォーム。カーロボ三兄弟が行方不明になったのはここだな。一体3人揃ってどこ行ったんだ。ガソリンスタンドで体洗ってもらってんじゃないの。なわけねえだろ。ごめん。なんだ。おいゴッドマグナスの剣が片付いたらお前たちをたっぷりといたぶってやる。楽しみに待っていろ。ゴッドマグナス、何を企んでいるんだ。さ、行こうか。ああ。グッシャー、あとは頼むぞ。へいへい、任しておくんなまし。どこにもいない。手がかりもない。争ったような形跡もないし。わかった。捜索を続けてくれ。ラジャー。はい、私も出動する。カーロボ三兄弟との通信は継続してくれ。ラジャー、ファイヤーコンボイ。ゴッドマグナスの後ろにはカーロボたちが控えていました。我々がいなければゲルシャークはどうなっていたのか。ゴッドマグナスはまだ信用しない方が。そうか。そのためにもゴッドマグナスを試す作戦がいいかと。試すだと。ギガトロンがいるところはまだ遠いのか。もうすぐだ。ゲルシャーク。はっ、ギガトロン様。ゴッドマグナス、我々の力になってくれるそうだな。ああ、まあな。ならばそれを証明してほしい。ん？今、カーロボたちを探しにチーム新幹線が出動している。そのうちの一人を捕獲してもらいたい。頼むぞ。ゴッドマグナス、できるな。お前の力をもってすれば簡単なことだ。まあな。なんだよ、J7 たちを捕獲しろだと。なんだかややこしくなってきたぜ。さらに捕獲したカーロボたちを放っておくのももったいないと。うん。奴らをおとりにし、ファイヤーコンボイをおびき出せば面白いかと。さすがブラックコンボイだ。カーロボたちのいる倉庫とかけ離れたところにファイヤーコンボイをおびき出し、我々コンバットロンが叩きのめします。よし。はい、カーロボ三兄弟との通信は。どうした。
ラックコンボイ、ファイヤーコンボイ、カーロボたちはデストロンガーが預かっている。な、何？返してほしければ次のところに直ちに来い。もちろん一人でな。カーロボ三兄弟、感染がうろちょろしてる。あの中の一人をかっさらってくるのだ。お前一人でできるよな。ますますこんがらがってきたな。ギガトロン様の頭のキレは抜群なんだぞ。ん？聞いて驚くな。カーロボたちをおとりにしてファイヤーコンボイを全然関係ないところにおびき出したのさ。コンバットロンたちが待ち構えてるとも知らずにな。本当か？ああ、な、ギガトロン様はすごいもんだろ。そこまでデストロンガーのやりたい放題にさせてたまるか。よし、ゴッドマグナス、行ってこい。ああ、その前にファイヤーコンボイがスクラップにされる場所はどこなんだ？ C623、山に囲まれたところだ。後で一緒に見に行こうな。ああ。では行ってくる。お前のお手並み拝見させてもらおう。ゴッドマグナス、何事だ？気合い入りまくりじゃねえか。へっへっへ。何なんだ。よし、いざ。マグナバルテン、違う、攻撃するのは反対だ。この裏切ったな。元に戻っただけだ。俺の完璧な三段論法の説得は右の耳から左の耳へスカスカだよ。目指すとーる。東海グレネード、ショルダーライン、E4 ライフル。一体どうしたんだ？ファイヤーコンボイが危ない。 C623 に向かってくれ。なんだって？で、おめえさんは？俺にはやらないといけないことがあるんでな。ゴッドマグナス、トランスフォーム。ここにカーロボ三兄弟たちが。ファイヤーコンボイめ、よし、行け。兄弟を連れてきてほしいと頼まれたな。わぁ、ほんまでか。なあ、本当だ本当だ。クッシャクッシャ、ゴッド
とマグナスが裏切った。何やて？おい、止めるんや。裏切り者、ひなめるけん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 。ほら、おたおたしてる暇はないぜ。って、お前裏切ったんじゃ。何言ってやがんだ。俺のせっかくの作戦を邪魔しやがって。作戦？ああ、あいつの口車に乗せられたふりをしてギガトロンの居場所を突き止めようとしていたんだ。まったく余計なことをしやがって。いや、だから俺はその、初めからなんつうか。それよりもファイヤーコンボイが危ない。行くぞ。って、お前ファイヤーコンボイが嫌いだったんじゃ。当たり前だ。ファイヤーコンボイは俺が倒すのさ。だから助けるってわけ？ごちゃごちゃ言ってないで、行くのか行かないのか。ん？そーら、どいたどいたどいた。あはは、彼女お先に。え、あの車いつものスポーツカー。それに 4WD は私のレースカーじゃないの。しかもパトカーと一緒だなんて、どういうことよ。ファイヤーコンボイ。さあ、カーロボ三兄弟を返してもらおう。ここにはいない。ファイヤーコンボイ。カーロボ三兄弟が。どいたどいたどいた。カーロボ三兄弟はここにいるぞ。ゴッドマグナス、トランスフォーム。ファイヤーコンボイ、俺たちは大丈夫だぜ。なぜファイヤーコンボイ。ゴッドマグナス、やっと分かってくれたのか。お前は大嫌いだが、こいつらには関係ないことだからな。ゴッドマグナス、トランスフォーム。ゴッドマグナス、裏切ったな。元に戻っただけだぜ。トトービーム、マグナレーザー、ディーパンツ、ファイヤーフラッシュ。マハラート兄貴、ここは俺たちが活躍しないと。エクゾーストボーガン、ジェットミサイル、トランスファースト、回転剣、変身ギガドラゴン、チンブラッシュ。チートランブル。カルボ三兄弟。け、まぬけなやつらめ。なんだゴッドマグナス、このエネルギーは一体どうして俺に。うわあ、うわあ、なんだこれは。体の中が燃えるようだ。なんだかパワーがみなぎってくる。スピードブレイカーパワーアップ。よし、俺たちも決めてやるぜ。エクセルボーガン、クロスバースト、トランスラッシャー。あは、すげえや。いつもより破壊力がある。ああ、超巨大合体ゴッドファイヤーコンボイ。ゴッドレーザー、うわ、変身、逃げなきゃ。兄貴、俺たちパワーアップしたんだな。ああ、ゴッドマグナスのおかげだ。ゴッドマグナス、
お前のあのパワーはエネルゴンマトリックスではないのか。俺の体にマトリックスか。そんなバカな。ゴッドマグナス、ファイヤーコンボイ、俺は必ずお前を倒す。あれは本当にエネルゴンマトリックスだったのか。なんだお前たち、まだ俺を監視するのか。いや違うよ、あんたに俺を言おうと思ってな。俺たちをパワーアップしてくれたんだ。ありがとう。俺の知ったこっちゃない。一体どうなっているのだ。いや論理は完璧だったんですけども、どうやらそれを理解する頭があのゴッドマグナスにはなかった。言い訳は聞きたくない。なんでファイヤーコンボイと仲が悪いんだか。なんかファイヤーコンボイが大切なものを壊しちゃったとか。なんだ、原因はファイヤーコンボイか。トランスフォーマーカーロボット第28話発動ダブルマトリックスをお楽しみに。ファイヤーコンボイ、悪口言った。